はいどうも、ネクロスです。さあね、今回はムジェラの仮面がスイッチ版で登場したということで、こちらのスイッチ版のムジェラの仮面が RTA に向いているのかどうかっていうのを、私 RTA 奏者であるネクロスが解説していこうかなと思います。前回時のオカリナが追加されたんですが、そちらの評価は正直微妙なところだったんですけど、理由としては入力遅延があったり、あとはポーズバッファーが難しかったりして、まあ、RTA にあんまり向いていない感じだったんですけど、今回のムジェラの仮面、結論から言うと割とありです。全然 RTA で使えるレベルだと思います。時のオカリナのスイッチ版があまり RTA に向いていない理由として、常に4フレームの 0.2 秒の入力遅延があるっていうのと、ポーズワッファーのしにくさが目立っていたんですが、それらがなんとアップデートによって改善されました。前回のね、動画のコメントでもアップデートで何とかしてほしいなって声が結構あったんですけど、アップデートによって操作遅延が減りました。ただ少し操作遅延自体は残っているので、気になる人は気になるんじゃないかなと思います。で、こちらのアップデートっていうのは時のオカリナだけじゃなく、スイッチオンライン全体のアップデートとなっているので、今回のムジェラの仮面も同様に入力遅延がかなり減っています。そしてムジェラの仮面は特にポーズバッファーがしやすい印象を受けたので、今回のムジェラの仮面はスイッチ版でもかなり活躍できるんじゃないかなと思います。そしてムジェラの仮面のスイッチ版が RTA におすすめできる一番の理由が、なんとこちらのスイッチオンラインというのは日本語版だけでなく、アカウントの設定を英語版に変えると、このように英語版のスイッチオンラインもダウンロードすることができます。これ2つ並んでてどっちがどっちかわからなくなるんですけど、これで日本語版のムジェラの仮面、そして英語版のムジェラの仮面もプレイすることができるようになります。もちろんこれはムジェラの仮面じゃなく時のオカリナでも、英語版プレイできるんですけど、時のオカリナに関しては日本語版と英語版ってそこまで大差がないんですけど、ムジェラの仮面はすごい変わっていて、セーブデータの数が3個から2個に減っていたり、袋像で途中セーブができたり、あとは特定のアイテムの位置が変わっていたり、いろいろ変更点が英語版であるんですけど、その変更点のおかげでステルリファレンスマニピュレーションっていうバグが ありまして、名前がすごい長いんですけど、そのステルリファレンスマニピュレーション、通称 SRM という技は日本語版でも可能ではあるんですが、海外版の方がいろんなことができます。その理由として、先ほど挙げたアイテムの位置が変わっているっていうのが、影響していて、そのおかげで SRM という技が英語版ではいろんなことができるようになります。例えばこちらの昔紹介した月にワープするムーンワープの方法ですね。いきなりラストダンジョンに飛べるムーンワープのバグがあるんですが、これも SRM という技を使ってやっていくんですが、こちらの動画で紹介した方法では、海外版しかできません。で、今まで海外版を用意するってなるとすごいめんどくさくて、まあ64実機で海外版やりたいって人は、まあ、海外版のカセット買えばいいんですけど、カセットを買ったとしても海外版のカセットは日本語版の64の本体に物理的に刺さらない構造になっていて、形状というかカセットの形が違うんですね。で、海外版の本体も用意しないといけないのでかなりめんどくさかったり、あとは Wii の VC とかも海外の Wii チャンネルに繋がないといけないので、まあ、それも通常の方法ではちょっと海外の Wii ショップに繋ぐことはできないので、ただ繋げたとしても今も Wii ショップは Wii の Wii チャンネルか、あれはもうサービス終了しちゃってるので、もうどちみち海外版のムチェラの仮面を入手するっていうのがすごい難しいです。ただ Wii U からスイッチに進化して、リージョンフリーとなったので、まあブレスオブザワイルドも日本語版以外の全ての言語で遊べると思うので、一度は英語版のブレワイとか遊んだこともある人も多いと思うんですけど、まあスイッチ版は、リージョンフリーということで、ムジェラの仮面も例外なく、リージョンフリーに対応して、まあ、日本語版以外の中国語とかでも多分プレイはできるんじゃないかな。そしてムジェラの仮面が英語版が使えるのは SRM が便利って言ったんですけど、 SRM 以外にも英語版限定のバグって結構結構あります。まだ日本語版限定のバグもあって、 RTA を走る際に、まあ、いろんなルートがあると思うんですけど、ルートというかカテゴリーか、全てのアイテムを回収する 100%、 全てのお面を集める、オールマスクズで、全てのダンジョンをクリアするオールダンジョンズ、はたまたとにかく最速クリアを目指す 2%、 まあ、いろんなカテゴリーがあるんですけど、そのカテゴリーごとによって、日本語版が最速、また英語版が最速とか、いろいろこうカテゴリーによって違うので、そういった面からしても RTA する際にスイッチ版を1個持っておけば、日本語版も英語版も両方にも化けることができるので、こっちのカテゴリーも走りたいなっていう時にパッパパって切り替えれるっていうのはものすごい便利と思います。これは正直ムジェラの仮面はスイッチ版一択と言っていうのはちょっと過言な気もするけど、まあ全然スイッチ版でもできる範囲なんじゃないかなと思います。
入力遅延もすごい少なくなっていて、まあ、体感ちょっと違和感はあるんですけど、まあ、すぐ慣れる程度の入力遅延で、ポーズバッファーも結構しやすいので全然、ムジェラの画面バグ使う云々、また RTA 使う云々に関しては全然問題ないレベルだと思います。ただ Wii の VC が多分一番いいんじゃないかな。 Wii の VC に関しては入力遅延は全くないっていうのと、ポーズバッファーがめちゃくちゃしやすいっていう二つの利点があるんですが、まあ、Wii 版に比べてスイッチ版の方がどこでもセーブがあるので、セーブスロット4つ選択できるので、そういった面から考えると RTA の練習にもすごい向いているので、そのまま本番も走ることができますし、まあ今 Wii の VC のムジラの仮面用意しようとすると、まあ用意できないのでサービス終了しちゃってるので、もう Wii は2世代前なんでね、スイッチの前が WiiU で、 WiiU の前が Wii で、なのでムジラの仮面が入った本体っていうのをもうメルカリかなんかでこう買いまくって、当てるしかないんで、ただまあ入手難易度のことも考えると、ムジラの仮面のスイッチ版っていうのはすごいいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでざっくりした解説になりました。まとめると、海外版と日本語版が選べるっていうのがすごい利点で、それぞれカテゴリーごとによって最速の、言語が違うので、まあ、それぞれ対応した言語に変えれるっていうのと、まあ、クイックセーブがあるので RTA の練習にも向いていると。で、入力遅延は少しあって、ポーズバッファーもまあ少しはやりにくいけど、まあ、全然やりやすい方だとは思うので、ちょっと難しいですけど練習すれば問題なくできる範囲なのではないかなと思います。で、動画の冒頭でも言ったんですが、 Nintendo Switch Online にアップデートが入って、コントローラーの入力遅延が減ったり、ポーズバッファーがやりやすくなったりしているのはムジュラの仮面含めて時のオカリナも同様なので、前回時のオカリナは RTA では微妙と言ったんですが、そちらの評価も同時に上がりました。で、時のオカリナの、スイッチ版も RTA ではもう全然使える範囲には入ったんじゃないかなと、ちょっと簡単入ったんじゃないかなと思います。なので、またもしかしたら今でもちょっと入力遅延あるんですけど、今後のアップデートでもう完全入力遅延がなくなったりするのではないかなと思いました。あ、そしてスイッチ版でバグ修正された云々の話に関しては、一切バグの修正はほぼほぼないと言って大丈夫です。今のところこのバグができねえ、スイッチ版はできねえっていう話は聞いたことがないので、もし何かあったりしたら、コメント欄で書いてもらえればなコメント欄で書いてもらえればなと思います。まあ、バーチャルコンソールっていうのは特にバグ修正とか手にかけずにただただ移植したものなので、特に、スイッチ版で修正されたバグとかはないので、そこら辺は安心してもらえればと思います。というわけで、 RTA においてじゃない、ムジラの画面において、ムジラの画面スイッチ版において、RTA 使えるのかどうかの解説でした。バイバイ。